僕四次元人なんです。それじゃあ四次元人って何ができるの？いろいろ。今日はどこまで？ちょっと近くのところ。あんたは行かないの？行かない。金玉！勉強しろや。は？頭はバカだから働かずに勉強しろや。一生分の勇気を振り絞ったら私は勇者様になっとったね。かわいいな。今の取り散ったタイトルはもうだモテたい。切実。喋りかけんなオーラバリ出とったけど俺が、うん、ほんまぶち壊したんだよ。いやいや聞いたんだよ戻った時に。私がいやいやいやガチ無神経やから。なんかその後結構行って入っていってその人を傷つけてしまうのが嫌やん。うん、後からなんか自己嫌悪になるやん。まあ勝手にやしかも勝手に気概もそれ、うん、そうなるのが嫌やから困れてやめとこうみたいな自分もあったし向こうから持ってくるのもだからもうここで止まってんだけど、まあ、今も止まっておかんねやんか。じゃあいや俺は行こうとしてるよ。破ろうとしてる。年分の影もう入ったことは。その幕は。いいやん。近い方がいいやん。近い方がいいやん。近い。タモス？老人介護で海ヘルパーのようなタバコ刺したと思うよ。あの。ハイパーマンってさ、どこにおるんかな。今度一緒にハイパーマンに会いに行かへん。ハイパーマンってどこにおるか知ってますかね。ああ知ってるよ。知ってハイパーマンな。はいはい。モニターっていう薄い膜を隔てた向こう側からいつも見てん俺らを。え、いつも何を見てるんですか。まあ人を見てるんではないよな。人として見てるんじゃなくて人混みを見てる。目上げてる風に加工するわ俺。加工して後ろガン動かして。このいやほら僕らの俺はやっぱ俺見る目あるわ。
あ、そういえばさ、どうこちゃんって、君が好きな人いる？なんでですか？いや、もう絶対おらんやろなって言って、もうみんなに話してたけど、あー、まあ、うん、彼氏おらんのは知ってるよ。はいはい、好きな人もおらんじゃねえかっつって、みんなでな、あの子、どうなるやろ、今後みんなで話しててんけど、おらんの。